それでは今度はそのセクション 2.2 の多項式の表現という話に入りたいと思います。今日のところはこのセクション 2.2.1 の多項式の表現と加算の部分を使います。テキストでは17ページの部分です。まずその多項式の表現なんですけれども、R を区間間としまして、この辺の基本は以前の数学の授業でできたものが違ったんですが、R の各所の XY 列というのを変数 XY 列を持つ R 上の多項式変化ということにします。で、当面はこの授業では変数を1変数としまして、あと係数を整数単ということにしておきます。でそれと多項式に関する言葉がいくつかありますけれども、テキストをですね、ちょっと一部異なる言葉を使う部分もありますので、ちょっと説明しておきますと、AX というのが、整係数の1変数多項式、N 次の1変数多項式としたときに、今、係数 A が0でないという形で与えられるものとします。でこの時に、この次数が最高次の項ですね、A の XN 乗を AX の主項というふうに呼びまして、で、基本では LT の AX と書くんですけれども、これはリールタームの略ですね。LT の X になります。で、その、XN 次の係数を次に行くというのは X の主係数と呼ばれるので、これは LC というのがなっているのも、これはリーグコエフィシェントと呼ばれているということです。あと、AX が N 次というのが N ですね。これは次数と言います。それから、AX のモニックであるというの定義は、この AX の主係数が1であると言います。で、まずその一元化の式を定義っていうのをアルゴリズムで表現する場合のやり方は、いろいろなやり方がありますけれども、今日はこのテキストではこの AX としてこうやって N 次の多項式に与えられたときに、これをですね、係数を、係数項から等比の順にこう並べていって、カットで作ったもの、別の形ですけれども、これを持って、一変数多項式を表すことにします。ですので、今日、アルゴリズムなどを扱う際には、こういった、定数を並べて、過去に行った形で、多項式を表します。で、それでは、以上を踏まえた上で、一変数多項式の加算とですね、アルゴリズムを見ていきます。と、ここでは、AX と BX として、係数の多項式が与えられるときに、この AX と BX の割合であります数値を求めるというアルゴリズムを考えていきます。AX と BX というのは、係数が、それでですね、A0 から AK というのが X の係数で、あと B0 から BK というのが BX の係数として与えられることをします。でそれに対して、CX の係数は、C0 から CK で、で、まずこのアルゴリズムをがこちらに示されているものです。入力は一変数多項式 AX と BX で、それに対して一変数多項式 CX を出力するんですが、どういう計算をやっているかというと、基本的には各ですね、各次数の係数を順に加えるから、i 次の ax の i 次の係数は ai で、あと bx の i 次の係数は bi ですから、それをの和が ai と bi の和が答えの多項式 cx の i 次の係数ということになります。で、各その i 次の係数の和を求めて、最後にそれらをまとめて2行目ですね、2行目でそれらをまとめて多項式 CX として返すというのが基本的な計算の手順に
まあ、で、こう、まあ、こういうアルゴリズムを見るとですね、まあ、気づく、一部気づく人はいるかもしれませんが、あ、まず、その、このアルゴリズムですと、あの入力の2つの公式 AX と BX の実が等しいことを仮定しているわけなんですが、じゃあ、AX と BX の実が異なる場合はどうなるんですかっていう質問をする人はどうでしょう。全く予想通りですけど、入力が公式の実が異なる場合には、このアルゴリズムでは、対応不十分なことがありますから、発表が必要です。まあ、ちょっと、それは、ね、あともう一つ、その、これがその、単語詞の重なる計算量の質問なんですけれども、その際に注意する点として、入力単語式の、今、入力単語式、ちょっと出てきました、定数ですね、AI とは BI が、一般に幅広い定数として与えますので、幅広い定数として与えます。で、この授業で、計算する、見積もり係数量というのは、そのワールド単位の規則演算の回数ですが、ということは、計算量の見積もりの際には、過倍長整数ですね、加算の計算量も考慮して、見積もりしてまいります。だから、例えば1位の係数を加えるのは1回だから1回で済むとは限らないわけですね。もし、それが完成度が1番の数であれば1回で済むんだけども、過倍長整数で、やっぱり1の整数を加えなければ、そいつを大きくなるかということを考慮する。じゃあ、ということで、それを踏まえて実際にその1係数多項式の加算の結論に積もってみましょう。で、こちらのスライド図にありますように、まあ、AX と BX の和を取って、それを CX にしたいということで、で、AX と BX はともに K 字の多項式ですから、係数はそれぞれ、A0 から AK、それから B0 から BK というのが並んでいて、で、各 AI と BI を加えて、まあ、CI に代入しますよということをやっているんですね。そうしますと、この加算の、まず加算の回数だという質問を言いますと、加算の回数はこの各、I 字の係数の、個数、あ、そうですね、そうの数字、そこ数字ですから、これは加算の回数が全部で K プラス1回ということになって、これはラージオの K と、K のオーダーで見積もることができます。まずここが一つのポイントですね。で、次のポイントは、その各項の係数の計算ですね。で、今、先ほど説明したように、各項の係数は一般に多倍長数で与えられますから、そうすると各項ごとに多倍長数の計算量を見積もらなければならないということになりますので、で、そしてこの下のスライドの参考にありますように、各項の係数の計算量というのは、各項の多倍長数の長さに比例するということになります。先ほど前半の授業の説明で、多倍長数の加算の計算量は多倍長数の長さに比例しますと言ってますから、それと、各項の係数を計算するときに、そういうことにならないわけですね。で、その単語の多倍長数の長さというのは、まあ、一応、今は、シートの定義が与えられておりませんけれども、一応この、レックスという関数を、前回の授業で行いましたが、この、まあ、多倍長数で、もし AI とか BI っていうのを表すのに必要なワード数というのは、レックスの関数で合わせるということを、前回で言いました。ですので、ここでは AI の長さと BI の長さのうちの、まあ、長い方ですね、長い方の多倍長数の長さに計算が比例するということがまず言えます。で、この加算ですね、この加算のデータの計算量なんですが、結局この各項の計算量が、この各項の係数の長さに比例していて、でそれを i が0から k までこう傾向分の和を取るということになりますので、まあ、一番単純な計算量というのはこういう形になりまして、その各 i 字の係数、AI と BI の長さの最大値、これを、
AI と DA の長さの最大値、これを i の0から k 軸を全部分けたのが、この公式全体の可能の計算ということになります。で、仮にですね、もし計算が全て完成度であれば、この長さというのはどちらも1なんですね。そうすると、もし計算が完成度であれば、この例えば第 i 次の計算量というのは、1ワードの計算1回で済みますから、全体ではオーダーの k の計算量になります。それからまた別な問題として、例えば係数は多倍長数なんですけど、長さが全部 n ワードで決まりますよという場合には、これの中に、ここはあるんだよね。AI とか B の長さが全部 n ということになりますので、そうすると、1つの項の計算量がオーダーの n で、でそれが k 項分計算しますから、多項式としての全体の計算量はオーダーの n k という形になります。ということで、一応まあ、1ケースの多項式の加算と、それからその計算量というのを、このような形で評価しましたけれども、こういう評価を基本にして、それからいろいろなアルゴリズムの計算量を評価していきますので、まずはこのステップで、この1ケース多項式の加算の計算量の評価というのはどういうふうに行われているかということを、しっかり理解するようにしています。ここまで質問します。はい、というわけで、今回は、計算量の概念について説明しまして、で符号なし多倍長整数の加算の計算量の評価を行いました。それからあと符号付きの多倍長整数の表現を紹介しまして、であと、その次にですね、1進数多項式の話に進みました。でここでは1進数多項式の加算のアルゴリズムと、それから一進数多項式の、加算の計算量の評価について説明しました。次回は一進数多項式のオーダー法について、説明をします。テキストですと、この続きですね、2.2.2 の話題です。でそれから、それについて、非不整数の二進十進変換と、それから、小数分数の二進十進変換というところも説明をします。実はこれらの計算は、マリゾンの面がすでにやったことがある人もいるかもしれませんが、コーナー法と関連が深いですので、コーナー法の中でやってみたいと思います。よろしいでしょうか。では今日の講義はこれでおしまいです。お疲れ様でした。